はい、どうも、ゆうすけです。皆様、ゴーバトゥーリーグやられておりますでしょうか？僕は、まったりやっております。現在ですね、ランクの方が19ということで、この1セットやれば初期レートが出ます。今、ハイパーリーグということで、パーティーは主にこの2つを気分で使い分けております。先日のオフ会でですね、沖縄のカリウシピカチュウを視聴者様に差し上げるという企画を行ったんですけども、その際、カリウシピカチュウと交換でコバルーンをいただきまして、この視聴者様からいただいたコバルーンがなんと300何位、結構いい順位だったんですね。なので、コバルーンを今まで使って、ってなかったんですけども、まあ、これを機に、まあ、コバルーンを初デビューさせたといった感じですね。視聴者の皆様から直接いただいたコバルーンなので、まあ、個人的にも、まあ、大切に活躍させてあげたいと。ですので、まあ、今回はこの下のコバルーンのパーティーでやっていきたいと思います。では、ハイパーリーグやっていきたいと思います。まあ、この動画出しての多分、ゴーバトルデイの百戦の日になると思うんですけども、皆様調子の方はいかがでしたでしょうか？対戦準備中。よろしくお願いいたします。おお、すごい強い、すごい強いポーズを持ってる人だぞ、これは。おお、すごい、すごい人だ。そして出し負けていく。これ、グライオンどうしたらいいかね、よくわかんないんですよね。とりあえず一発ストーンエッジ打って。これグライオンきついな。グライオンどうしよう問題です。地震、これドラピに引けねえからな。ドラピに引けない。で、これすぐに貼るしかない。次、やばいんで、ブルンゲル行きます。いや、でも、辻斬りも受けれねえしな。かといって、地震も受けれねえしな。これ、グライオンは重いっすね。お、地震を受けれたのはよかった。リス来た。まあ、波乗り打っていきましょう。今、リス4回。リス久しぶりに見たな。技回数忘れちったよ。5、6、7。同発は勝てます。リス同発確か結構低かったと思うんで、同発は勝てます。しかし結構起点にされております。まあ、噛み砕かれていきますかね。これスワイプ調整されたら嫌だな。いやだって、このポーズっすからね、このポーズ。このポーズっすからね。もうこれはもうすごい人だよ。まあ、コバルーンで行きましょう。これ、グライオン重いな、このパーティー。起点できるね、これね。起点できるけど、なんかサイクル戦されたら嫌だな。まあ起点にするしかなくて、まあ、この回転力よ。この回転力がやばい。だからグラインはちょっとゲージからに近いと思うんで、シード2枚やんのか。ブルンゲルは効いてない。どうだろう、ドラピーにかけるしかないですか、これ。波乗り来る。ドラピが過労死する。もうグライオンに2枚貼るよね、これね。グライオンに2枚貼りますよね。いやー、グライオンも、ドラピをもっと隠しとけばよかったな。いや、2枚貼られたらきついべ。辻斬りされたらきついよ。地震、間に合いますか、これ。間に合う、地震来る前に間に合う、地震来る前に間に合えばいいんだ。これ貼るよね、貼るよね、君貼るよね。どうだろう、間に合いますか、これ。通ったけど、波乗りで結構押し切られる。次貼られる、次貼られるで、交代機決めないときつい系ですね。何度いつ来るだろう。あるよね。ここか。ここだ。ここだよ。
やー無理でした、無理だよね、大変ありがとうございました。あー交代受けでしたね、カスジはね、グライオンきつかったっす、大変ありがとうございました。いやー強い人ですね。だって N の衣装ですからね、多分4と6は少なくともレジェンド言ってんのかな。あー強かったわー、対戦ありがとうございました。ってことはこういう方と当たるレート帯にいるってことは、多分初期レート結構高いんじゃないですか、これ結構期待できるんじゃないですか。次いきます。まあ、こんなもんです。こんなもんですよ。僕今まで、なんかちょっと、なんか嫌味、なんか自慢みたいな感じ聞こえちゃったら申し訳ないんですけども、レジェンドは6回行ってるんですよ。6回レジェンド行ってても負けるんですよ。だから、みんな安心してください。そんなもんです。はいはいはい。レヒレさん、チェンジです。いいね、いいね。これ勝ちたい。これは勝ちたい。もう容赦なくヘッドバック。これは勝ちたいですね。アロベトと、あいつ当てたくないんで。アロベトと、あれだ、ブルンゲラ当てたいんで。ちょっとやめてください。ね、ティクさんやめてください。波乗られる、さすがにこれは貼らないと思うんですが、これは対面取るべきだろう、これは対面、あーどうだ、ここまで来たらどうする、シールドアウト、それ悩む、いや貼るか、対面取っていいと思うんですよね、交代受けしてくる、交代受けしてきそうだな、ちょっとタイミングずらすか、あーやばいちょっとやフレイミス、交代受けとかそういうの考えてるからなんで、やばい、まあ、噛み砕いて、いやもうブルンゲ投入しちゃっていいだろ、もう下手っぷりが、下手っぷりがめちゃめちゃバレてますね。これでね。これ本当は録画形式の、テイクだったら、これ全部ボツです。まあ、初期レートチャレンジなんで、こういうとこも、恥なく、惜しげもなく僕は見せていきます。こんなもんです。これ大丈夫かな？俺、あれなんですよ、大会出るんすよ。ポケ戦の予選、ポケモンジャパンチャンピオンシップのポケモンセンター予選ですね。メガ東京が、抽選通りましたので、大丈夫かな、しかもなんかクルクルするし、でもいずれにせよ無理だった。まあ、やられていく。チェンジ、まだしばらくいけるよね。ここでもいける。あ、もうちょっと、ギリギリまで削られて、起点されたくないかったんで、で、かぶり倒して、で、打って、OK! ありがとうございました。奇跡的に勝てました。いや、これが大会に出る人の腕とは思えないよな。いやー、落ちてしまった人に申し訳ないけど、でも、全力で、大会やりたいと思っています。63の練習も、ちょいちょい、人見つけてやっております。やっぱね、落ちちゃった人がいますからね、出たくても出れない人が山ほどいる中でね、まあ出ても、まあこんな感じでボロ負けするかもしれないんですけども、まあやれることはやっておきたい。出れない人がいますからね、まあ悔いなく、もうポンポンってボロ負けしてね、集大をさらけ出して帰ってくるかもしれないんですけども、まあやれることはやってね、まあ臨みたいなと思ってます。ナグちゃん。これナグちゃんきついんだよ、これ。引けないしね。
大変ありがとうございました。いや、改めてあれですね、喋りながらやって難しい、これ。これもう配信者さ、毎日配信やってる人、もうすごすぎでしょ。さあ、最後の視線かな、これ。さあ、ポーズ持ってる人。ダンデの衣装もあるんで、どうだろう、これエッチ打って、エッチ打ってドラピック、いや、サイコショックだから突っ張っていいんじゃない、これ。マジじゃないよね、技エッチで打点ないと思うんで。なんだよ、甘えるやばいけど、まあ、これでまあ2枚いけるんじゃないですか。いくか大ダメージだと思うんで、ああ、じゃあドラップ展開させて、まあ、ベザーボーだけど、まあ、これを受けてよくて、まあ、シード2枚あるんで、これバルジ来たのいいよね。これバルジ来たのいい展開ですよね。これブルンゲル通りますね。バルジが来たのは良くて、まあ最悪でも波乗り一発通れば倒せる圏内まで持っていければ、そうですね、このまま突っ張って、まあ、削れだ削って、ブルンゲルに2枚使うしかないんじゃないのこれ。裏水性ないか分かんないけど、最後は勝ちたい。最後はやはりあれ、あの大会に出るんだと、俺は大会に出るんだというところをやはり見せたい。削りましょう。削っていくんでいいんじゃないですかね。いや、変えてしまう、変えてしまって吐かせて、いや、これちょっと無駄なプレイだったかもしれない。大丈夫かな、これ間に合うかな。被弾したくないんで、いや、向こうの方が早い。ちょっと待って、このちょっと残ったちょっと HP の処理に苦戦してるな。張るしかないね。起点にして1枚張ってですね。いや、どうするブルーの方が上だったか、上な気がする。あ、わかんない。わかんない。有識者の人教えてください。張って起点にしよう。張って起点にして、で、もう行っちゃう。2で、交代してるから大丈夫で、3、なんかどう、あ、で、これはもう貼るしかなくて、貼るしかなくて、波乗りだとちょっと怖い。波乗りだとなんか残りそうな気がする。で、あとみんなちょっとずつなんだよね。アロキュー大丈夫だよね、アロキューで、シャドウボーで飛んでくれないとだよね。ちょっと、残る。波の上2発の方が良かったか。大丈夫、波乗り、オッケー。ありがとうございました。ありがとうございました。最後は、なんか粘り勝ちといった感じですけど、だけども、まあ、この一勝があるからまだ大会に出られる権利は、保持できたといった感じでしょうね。すいませんね、ひどい試合で。でもこんなもんですよ。こんなもんです。僕だってミスします。なんで皆さんミスしてもね、ミスはもちろん、この後盛大に、この動画見返して反省するんですけども、反省はするんですけども、凹まないようにね。ミスはしますから。さあ、初期レート。2218。
あー、どうなんすかね。いや、まあ初期レートですからね。初期レートですから、180戦118勝、まあいつもの僕ぐらいの初期レートでしたね。うん、まあ言うても初期レートなんでね、初期レートなんて飾りですから、まあ気にせずにね、まあマイペースに今シーズンもゴーバトルリーグやっていきたいと思います。ではそんな感じでこの動画終了したいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。もしまだチャンネル登録されてない方いましたら、ぜひこれを機にチャンネル登録、それから高評価も何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。アディオス。